米国のドナルド・トランプ大統領はニュース専門放送局ホックスニュースとのインタビューで、北朝鮮との関係はとても良好と明かした。11日ホワイトハウスが公開したトランプ大統領のインタビューようやく文によると、トランプ大統領は北朝鮮問題に関連し、過去、北朝鮮と戦争に駆け上がったが、今は関係がいいと評価した。 最近包丁し、北朝鮮の金正恩国務委員長と会談したマイク・ポンペオ米国務長官については、彼は幻想的。スターになったと称賛した。続けてトランプ大統領は、北朝鮮問題に関連し私たちがしたことを見てほしいとしながら、今北朝鮮には核実験もなく、ミサイル発射もない。何もない。 私たちは多くを解決したと主張した。